こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録トークをしていきます。サムネイルはアジの塩焼き、アジの塩焼き、中大やな、アジで言うたら大かな、アジの第2匹ですね。卵焼き LL4 個分、キャベツと人参のラード炒めです。ラードで炒めてます。白ご飯ですね。これで足らなければ人参もうちょっとかじるか卵焼くかなんとかしますけど、体重の増えぐらいからいくと1日1食このとでも増えていくんですよね。はい、肝心の体重です。全く運動しない、同じ敷地の家と事務所を往復する以外全く何もしていないので、まあカロリー消費しませんわね。はい、体重 56.8、 体重 56.8、 600g 減ってますね。体脂肪率 14.5、 体重 56.8、 昨日 600g 減ってます。体脂肪率 14.5、 基礎代謝 1310、 内臓脂肪レベル5、筋肉量 46.1、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 もう一度、体重56.8、 体脂肪率 14.5%、 基礎代謝1310、内臓脂肪レベル5、筋肉量 46.1、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5 です。さて、サムネイル、アジの塩焼き2匹、卵焼き LL4 個、キャベツと人参のラード炒め、白ご飯、以上です。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。